はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。さて先日はですね、日用品のベスト3をご紹介したんですけども、そちらでですね、いろんなベスト3のリクエストをいただきました。そこで今回はですね、何のベスト3をご紹介するのかというと、今年買ってよかった地味にいいものでございます。もうぶっちゃけですね、紹介するほどのものではないと思って買ったんですけども、それがですね、使ってみて実に良かったというものでございます。では早速いきますよ。もう実はですね、この手の中にあります。まず最初に紹介するはこちらでございます。そう、ただのキーホルダー。ではですね、早速こちらの方を見ていきましょう。はい、こちらがですね、今回のキーホルダーなんですけども、で、こちら上ですね、ここ引っ張るとこのような感じでですね、どこかにね、引っ掛けれるようになると、またですね、もう一つのポイントといたしましては、ここでございますよ。出張の時とかですね、この家の鍵だけでいいっていうことで、車の鍵とか持ち歩きたくありません。そこでね、これをこう押すとですね、カチャンと、はい、こんな感じで家の鍵だけが外れるんでございます。これは便利でございましょう。もちろんですね、他の鍵も同様に外すことは可能。そしてこちら気になるお値段は約1000円となります。じゃあね、次は2つ目。はい、次はね、キッチンの横にやってまいりました。まあ、こちらの横にですね、いろんなものついてると思うんですけども、今回ね、ご紹介したいのがこちらでございますよ。はい、こちらがですね、まあ、100均とかに売ってるようなやつなんですけども、この磁石だとですね、まあね、普通にくっつくよ。普通にくっつくけども、ちょっとが弱い。だからですね、見えますかね。こんな感じでね、玉ねぎいっぱいあるでしょ。まあ、こういった袋をかけるのがまず問題なんですけども、こんなものをかけるとですね、はい、どんどん下に下がってしまいます。しかしですね、この下についてるこれでございますよ。これがね、また素晴らしいと。こちらですね、取り付け簡単でございます。付けたい場所に行けて、で、上をパチャッと閉めるだけ。そうするとですね、もうね、すんごい頑丈。ではね、これ重量、多分4、5キロほどだと思いますけど、かけてみますよ。せーの、ボンと。はい、全く問題ございません。んじゃあね、次にこのネギとかがいっぱい入ってるやつ、それかけても、全然問題ない。そう、実はですね、これ耐荷重10キロ。そんなわけでですね、こんぐらい、たっぷりかけても全然落ちないということで、なんかですね、この横の収納力がものすごくアップしました。こちら気になる価格はですね、約1000円となっております。はい、まあこんな感じで地味なものを紹介してきたんですけども、最後の一つはですね、こちら以前、動画で紹介したことございます。いや、こちらもですね、なかなか地味な商品なんでございますけども、ちょっとね、ここじゃ映らないから話すよ。はい、ではですね、第1位、地味に良かったもの、第1位はですね、じゃじゃーんとこちらとなります。はい、これわかりますか？この椅子ではなくですね、このキャスター。まあ、この椅子はね、ものすごくいいよ。これ、アーロンチェアってやつなんだけど、それもですね、このね、キャスターがすごいんでございますよ。本当にね、このキャスターはいいよ。何があってね、部屋中、どこに行ってもですね、わざわざ立ち上がる必要なくですね、本当に軽い力でね、前に行くからね、こんな感じでね、アクに必要なものがあったら、さーっと、さーっと移動したり、ほら、あっちに逆にあるわーっていうだけで、さーっと移動できる。ほら、すごいでしょ、これ。本当にね、ローラーがいいんですよ。ほら、ほら、ほら、なかなか止まらない。さーっと、ほら、ほら、ほら、すごいでしょ、これ。椅子によるかもしれないけど、私の方、このアーロンチェア。これ、ね、ちなみに15万ぐらいするわけですよ。それでもですね、キャスターはね、いまいち。やっぱキャスターはですね、キャスターとしてちゃんと買った方がいい。またね、このキャスターにすることで、床がですね、かなり、傷つきにくくなります。そういったポイントもあるんでね、デスク作業の方はですね、こちら、気になる値段は2000円なんですけども、2000円かけて、変更した方がいいかなと思います。はい、まあ、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか？いやー、本当にね、地味なグッズばっかりで申し訳ないんですけども、地味だからこそですね、逆に普段皆さんがね、使う可能性がある。もう今回のやつはですね、もうどれもお気に入りでございます。今回ね、紹介したものについては、下の概要欄の方に貼り付けておきますので、もしよかったら見てみてください。以上ですね、2014年買った地味に良かったもののご紹介でした。はい、皆様、地味グッズいかがだったでしょうか？
いや本当に、ね、地味にこれどれも使い勝手いいんでございますよ。やっぱねレビュアー系といったらあの派手なものばかりでなくこういったね地味なやつもねあのぼちぼちと紹介していこうかなとこれから思いました。ではですね今回の関連動画といたしましては、2014年のいまいちだったやつそしてこちらの方ではですねあの日用品紹介しております。そして最後こちらカズチャンネルでございます。こんな感じでねいろんなものを紹介しております。もしよろしければこちらの方からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次皆さんお会いしましょう。